モーシェベンマイモン。ラビモーシェベンマイモン。マセベンメイモン。アブー。イムランムーサ。イブン。ペードアラメイマンあるカートビーアルエスラエレイ。スペイン語。モイサスマイモニです。ラテン語。本来はギリシア語。モージズマイモニです。1135年3月30日から1204年12月13日は、スペインのユダヤ教徒のラビであり、哲学者。医学、天文学。 神学にも精通していた。アリストテレス主義者、シンプラトン主義者。その業績は、モーシェの前にモーシェなく、モーシェの後に、モーシェなしと称賛され、ルネザンスのヒューマニズムの先駆者と評価される。アイユーブ朝前後のアラビア語資料では、イブンマイムーンの名前で現れるが、ラテン語でのマイモニデスという名前でも知られている。ラムバムロムバム、という、 ラビモーシェベンマイモーンの頭文字を取った、ヘブライ語的な略称でも知られる。コルドバ出身。代々続くラビの名門の出身で、一族は、判事、学者、財政家を輩出した。モーシェの父ヨセフは、学者として有名であり、コルドバのユダヤ教徒社会の最高判事も務めた。母はモーシェを生んだ直後に亡くなった。モーシェ自身も、 青少年時代を同地で過ごし、ユダヤ教学やアラビアの諸学問について、研鑽に努める。ヨセフからは、数学と天文学の基礎の他に、ユダヤ神学とラビ文学を教わった。ヨセフの思いに反して幼いモーシェは、学問に興味を示さず、父の厳格な教育に耐えかねて家出したことが、伝えられている。同教人であったイブン・ルシュド。 アベロエストもこの時代に地消えていたと伝えられる。ムワヒド長によるユダヤ教とキリスト教徒への迫害、虐殺を避けるためイスラームに偽装回収するが、それでも危険と判断し、アルメリア地方へ移住。ここもほどなく、ムワヒド朝軍の侵攻にさらされ、モロッコのフェズに移住した。放浪の旅の中での見聞は、モーシェの視野の成長に大きく寄与した。モーシェは、 旅の合間に、ユダヤ歴を扱った論文を書き上げ、ミシュナー仲介の編集に取り掛かった。フェズ居住中、モーシェは、隠れユダヤ教徒、気教を強制されて、表面上は回収したように見せかけた、ユダヤ教徒を攻撃する匿名の書簡に反論する、文章をしたためた。これが交換された、最初の論文となった。フェズで、モーシェたちは、 強制的に回収させられる危機に直面するが、一家は信仰の放棄と殉教のどちらも選択せず、1165年4月にパレスチナ行きの船に乗って出発した。翌5月にアッコンに到着、パレスチナでは十字軍に護衛されながら、ユダヤ教の聖地を訪問した。1166年にカイロ南部のフスタート、旧カイロに移住するが、同年に父、ヨセフを亡くす。 ここで、イスラーム教徒の友人の助けを借りて、イスラーム法廷で、本来ならば非常に難しいイスラームへの改修の無効化を勝ち取る。父の死後に、ダビ職に就くが、モーシェは報酬を受け取ろうとはしなかった。そのため、弟のダビデが遺産を元手に、宝石賞をはじめ、モーシェの代わりに一家を支えた。 ヨセフの没後は、宝石商を営む弟ダビデが生計を支えていたが、ダビデが海難事故で亡くなると一家は困窮し、モーシェは異業によって家計を支えることを決意する。移住後、現地のユダヤ教徒社会の指導者として活躍し、職務には無給で従事した。ユダヤ人社会で起きた法的問題に等を得た回答をし、相談者たちはモーシェを称賛した。しかし、 健康を害して床に伏せることが多くなり、しばしば辛い派と対立した。スタート移住後、バビロニア派とパレスチの派に分かれた異なる宗教儀礼を行う現地のユダヤ人の統合を試みた。移住後に兼ねてから編集していたミシュナー中会を完成させ、1168年に発表した。百七十三年、モーシェはエジプトを支配するアイユー部長の君主。 サラーフティーン、サラディンの日にしていた女性と結婚する。孟氏は、IU 部長のカーディアルイコールファーディルと信仰を結び、1185年、あるいは1187年頃に、旧定位に指名される。ファーディルの信頼を得たことで、医師としての名声が高まり、旧定位としての名声は彼を、カイロのユダヤ人共同体の指導者の地位につけた。また、1185年にはモシェに、 息子が生まれ、彼は子にアブラハムと名付けた。モーシェはサラディン及びその子アルアジーズの辞となり、イスラムの王公貴族たちを診察した。イングランド王リチャード一世から、イングランド王室の辞になるよう打診されたが、モーシェは野蛮なヨーロッパ世界よりも、文明的なイスラム世界を好み、勧誘を断った。1204年にフスタートで没する。遺体は、 モーセの辿った道を運ばれて、ガリラや後半のテベリアに葬られ、その墓は今なお巡礼者が絶えない。壮列はベドウィンに襲われたが参列者の中に、動揺するものはなく、ベドウィンたちも壮烈に加わった伝承が残る。カイロのラッピーモシェベンマイモンのシナゴーグの地下の一室は、やんで、貧しいユダヤ教徒が夜を過ごして、平夜を祈るところとなった。 1953年にイスラエルで国際科学史会議が開催された記念として、モーシェの切手が発行された。また、モーシェの肖像画はイスラエルで発行された紙幣にも採用された。モーシェは講義を好まず、著述によって自身の思想を伝えることを好んだ。著作はアラビア語で行われたが、それは直ちにヘブライ語に訳された。彼の死後数十年して、 さらにラテン語に翻訳された。モーシェベン・マイモーが残した最大の成果は、従来の膨大なユダヤ法に関する諸資料を体系的に分類し、かつ法を転化したミシュネートーラーである。同書はタルムード・アラム語ではなく、ミシュナの形式のヘブライ語で書かれている。ミシュネートーラーは、ミシュナー中海と合わせて、ユダヤ人社会で高い評価を受けた。また、哲学書。 迷える人々のための導きは、信仰を失った哲学者たちに呼びかけた著作で、その目的は、アリストテレスとユダヤ教神学等を融和させることに、あった。トーラーの聖句に隠された意味についてアリストテレス派と、ファーラービーや、イブンシーナーラアラブ哲学者の見解を用いて、読み解こうと試み、ユダヤ教神学を合理的に解釈した。アリストテレスは、月下の世界に関する権威だが、 啓示というものは天上の世界に関する権威である、と彼は言う。しかし神に関する知識において哲学と啓示とは合一するのであり、真理の追求は宗教的な義務であるという。イスラム世界では物議を醸し、保守的な思想を持つユダヤ人の一派は、モーシェの哲学を焼却した。その思想はあまりに合理的すぎると批判もされたが、 聖書の哲学的解釈の先駆けとして後世に影響を与えた。後に、迷える人々のための導きは、ラテン語に訳され、アルベルトゥス、マグヌス、トマス・アクイナス、エックハルトラのキリスト教神学者たちから高い評価を受ける。モーシェは、自身の思想は理解しがたい高度なものであると考えており、読者が一定の学識を有することを前提として、著述を行った。 そこには、無知な一般大衆を蔑視するモーシェの態度が現れているが、それでも文章の表現はカビと評価されている。もっとも相手を嘲笑する文体は、モーシェ自身も剣をしており、極力表現を抑えようと努力していた。心理の認識には、体の健康と正しい生活様式が重要な役割を持つと、モーシェは考えていた。 最も素晴らしい神を礼拝する行為の一つとして、若い頃から医学の研究に打ち込んでいた。全速、実質、成功、ヒッポクラテストガレノスの進言への注釈、養生論、中毒学、医療倫理学など、多岐にわたる分野の著書を残した。医学資源集ある、フースセルフィルティブが、医学関係著書のうちで最も有名。活霊法を改善し、 実質は、便秘より起こるとし、その両方に野菜を、おもとする、軽い食事を勧めた。著書は、アラビア語で書かれ、後に、ヘブライ語、ラテン語に訳された。さらに、近代各国語にも訳され、死後に、ユダヤ人世界の医学成人とされて、尊敬を受ける。モーシェは、過去のアラビア、ギリシャ、ユダヤの哲学者たちの思想を研究していたが、 その中で死として認めていたのはアリストテレスだけだった。また彼はアリストテレスに反対して、神は無から競争を想像したばかりでなく、質量をも想像したのだ、と主張している。ティマイオス、このアラビア語訳を彼は知っていたの概要も述べてて、そのプラトンの対話編を若干の点でアリストテレスより優れたものであるという。同時代の人間が関心を持っていた歴史書、 章の原稿録、経夫図、歌謡集には興味を持たず、無意なものと考えていた。同時代の提出な読み物と、その中で述べられている意見を冷たい目で見てた。モーシェベン・マイモーンは、先生章を否定している。モーゼ語書は、必ずしも文字通りに取るべきではなく、文字通りの意味が理性に反する場合には、比喩的な解釈を求めねばならないという。 様々な完全性を属性とする神の本質は知り得ないものである、とも彼は言う。ユダヤ人たちは彼を異端視し、キリスト教会の権威者たちを引き合いに出して、彼を論難するようなことまでやった。同胞から迫害されたところが、聖書を合理的に解釈して、ユダヤ教徒たちに破門されたスピノザと共通している。さらに、スピノザの祖先がスペイン出身であったことなどから、 モーシェからスピノザへの思想上の系譜を想定する学者もいるが、バートランド・ラッセルはそれは疑わしいとしている。キリスト教と異なるユダヤ教には、信仰過剰、信条というものは存在しないが、歴史の中でそれらを作成する試みがされなかったわけではない。代表的なものが、モーシェベンマイモーンによるものである。モーシェの信仰過剰は、 多くのユダヤ人から権威ある指針とみなされた。もう参照、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。